レオポルト2世は、アンハルト・デッサウ公で、プロイセン王国の将軍。アンハルト・デッサウ公レオポルト1世と、ヒアンナル・イーゼ・フェーゼの次男で、ビルヘルム・グスタフの弟、ディトリヒの二。レオポルト・マクシミリアンは9歳にもならない頃から、父のプロイセン軍における軍務に同行していた。1715年には、中佐として、 シュテンダールの第27不評連隊の連隊長に就任する。1733年に、チューリン元州のミュールハウゼンに対する進行部隊を、引き、ライン側の戦線に従軍し、第1次、シュレージエン戦争では、プロイ戦軍の指揮下で、グロガウを奇襲により攻略した。また、ブレスラウを計略によって陥落させ、コツジッツの戦いでは、 フリードリヒ2世に次ぐ指揮権を与えられている。その戦場で元帥に任命され、1747年の父の死後には国政に参加し、父の後を継いでコプロイセンの第三不評連隊の指揮官にも就任した。しかし、それから4年後の1751年に死去。息子のレオポルト3世が後を継いだが、幼少のため弟で、 プロイセンの将軍でもあったディートリヒが後見人を務めた。1737年、同族のアンハルト系天皇、レオポルトの娘、ギーゼラ・アグネスと結婚した。誕生した子女は以下の通り。ありがとうございます。